ひろくん、ハートありがとうございます。昨日の方が全然寒っと思って、あ、じゃあ嘘ついた、今日の方が全然寒っと思って、めっちゃ寒かった。寒いだってさ、家の中でもめっちゃ寒いもん。寒いんです。こんばんは、こんばんは。うん、寒い外出た、なんか外出たらあかんけどさ、もう寒さが伝わるやん、家でおっても。天気も悪いし、めっちゃもうさ暗いもん。めっちゃ暗くないけど悪いって感じの天気。チャイナ見たかったよ。ほんまに、でも恥ずかしかった、ちょっと似合ってなかった、似合ってなかったかもしれない。自分的にはわからなかった、わからない。こんばんは、こんばんは。なんでも何、今で何やってるっていうの、メイドとセーラー服と、セーラー服とチャイナ、何が一番結局はいいんかが分かれへん、あの中でって感じです。眠い、寒い、無理。いえちゃん、こんばんは。減量頑張ってる、頑張ってる。でも昨日食べちゃったからな昨日食べちゃった。昨日の評判、評判昨日どうでした？昨日の評判はどうですか？皆さん教えてください。チャイナ寒かった、でも暖房ガンガンにつけたよ。いいね、かわいい、ありがとうございます。何が一番良かったですか、今までのやつ。参考しかやってないけど、まだメイドとセーラー服しかしてないけど、何が良かった一番。大絶賛大絶賛って言ってくれてる、大絶賛らしい。最高やで、最高。チャイナメイドセーラー、おーおー、そんなにチャイナいいの？色でもどうやろう、赤と、みん多分みんな 赤とかと思って想像してたと思う。でも全然違う色やったから。めっちゃ寒い、こっちめちゃくちゃ寒い。並べやろう、もうちょっとしてからやります。クラス発表、クラス発表あるんや。クラス発表やりな、ドキドキやった。だいたい自分 のクラス探されへんっていう、友達に教えてもらってた。でもなんか名前が下やったから、結構下で見てたけど、あんまなんかもう焦りすぎて、自分の名前あるのに違うクラスの方見に行って、ないないないって言って、めっちゃ時間かかってた。修学旅行で迷子になったこと1回だけあるかな、1回。関東今日も大雨、めっちゃ寒いよな、ほんまに寒い。あ、もう風強いしさ、全然あかんわ、もう寒すぎて。寒すぎて何もならへん、うん、外も出られへんし、家でおるしかないし、家でおっても寒いし、風が強いで、ね、研究生じゃんけん初めて出たよほんまですか、ありがとうございます。どうでした、勝ちました。今日もずっと動物の森、やったけど10分で終わりました。もうなんかやる気にならん。
なんかもうなんか寝ちゃうかな、やろうと思って今日もやろうって、昨日もやってないもん。今日はさすがにやらないなと思ってやったけど、なんか楽しい、なんか分かれへん、全然進んでないから分からん。なんかだってさ、なんか借金みたいなあるやん、あのローンみたいな。また部屋増築っていう、大きくしたからさ返さなあかんしさ、だからなんかもう嫌になった。ゆりなちゃん、ゆりなさん、ゆりな様、え、ゆりなちゃんね。そうなんだ、そう、真顔でポーズしてる子がいました。ゆりな、ゆりな確かに真顔、真顔ってか、なんでやろ、キレてたのかな、怒ってたのかな、分からへん。なんであの時真顔やったの、真顔でしたね。メンバーと相談できたらいいのさ、何も全然。そう、もうまたやります。またやって、そう、でもなんか、うん、YouTube の方が買っちゃう、 YouTube ずっと見てしまう。40分、何が、じゃあ好きやで、ありがとうございます。いきなりありがとうございます。いきなりの告白。寒すぎな、寒い、ほんまに寒いです。仕事中だけど、こんばんは。今日もずっとね、もうやばかった、いろいろ、もう寒いです、とりあえず寒いよ。寒くて、ああいいな、いいな、もう疲れた。福島来てから1回しか使ってないっていう、1回しかお風呂に、お湯に使ってないかな。お茶込みやちゃん、ありがとうございます。そう、寒いです、足も寒いし、なんか全部が寒い。食器とか洗ったりするときも冷たいし、寒いし、嫌やし。さとちゃんさん、こんばんは、見てくれてありがとうございます。久しぶり元気みたい、久しぶり元気みたい、何それ。ほのたん見てるかな、矢野さんですか、矢野さんとも会えてない、見て、めっちゃ反射する、会いたいけどまだ会えてない、メンバーと全然会ってないんですね、会えないので、会われへんから、こたつはないの、こたつ何にもないです、何にもないから寒いなって感じ。外出めっちゃ大事な時以外してない、食料とか。今そう出られへんからすることない。そう、なんか平日やから、あのその家でおってもなんかあれ何やっけ、何、あの品並べとかショールームをユリナの年はできへんから今やし、もうほんまに嫌になっちゃう。10月ファンが、なんで10月、ゆりなちゃんの喋り方、それめっちゃ言われる、ゆりなの喋り方眠くなるって言われる。眠くなるかな、眠くなる、眠くなる。パイナップルさん、ありがとうございます。花束じゃない、バラ、ありがとうございます。りょうくんもありがとうございます。
眠くなるか。確かに眠くなるのかもしれない。まだ寒くなるから先月届けないと。あ、そういうことね。あ、そっか、10月間違えたなんて読むこれ。久々って読むと思ったけどちゃうわ。ビサ、ビサって読む。聞いてて心地いいのよ。ほんまに？ゆったりしてる？ユリナの喋り方。ほんまに？もっとガン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 ガツガツ喋る？めっちゃうるさくなるけど。誰を真似して喋ればいい？工藤真似、工藤を見習って喋るかな。大きい声で。工藤どんな感じで喋ってんの？分かれへんよ。喋り方眠くなる。校長先生と一緒。校長先生は眠くなる。眠くなるっていうか早く終わってほしい。眠くなれへん校長先生の話は。早く終わってほしいなって。長い。工藤さんはやっぱ嘘やん。ガツガツ喋ってどうぞ。工藤のね喋り方ね、いいよな。校長先生同じ話するもん何回も。だからいや、工藤と南校長いいコンビ。嘘やん、ほんまに。なんかでもいいね。コラボしたらめっちゃ話すよ。一人の時は全然話さん、静か。コラボとかしたらめっちゃ話す、喋るけど。なれるな。いや、雨の日の学校めっちゃテンション上がった。上がれへんかった？あの雨の日に学校起きて、あ雨か、学校行く気ないわってなって、学校行くの嫌やったけど、学校いあの晴れの時に学校行って、で4時間目授業らへんからめっちゃ雨降って暗くなるの。暗くなるやん外が。ああいうのめっちゃテンション上がった。暗くなってるってなるって、なんか分からんけど高校の時めっちゃテンション上がってた。もしかして喋るかしないか天気次第。どういうこと？りょうくんありがとうございます。ハート。雨の日とかあれめっちゃ嫌やった。あの何杯行こうみたいな友達となってで楽しみにして1週間後で、あのいざ次の日はもう雨降ってるみたいな、大雨みたいな、めっちゃくちゃ最悪で、機嫌いつも悪くなった。最悪。そのためにバイト頑張ってたのにって言って、もうめっちゃ機嫌悪くなった。もう嫌やった。そういう天気、いやほんまに天気。りょうくんありがとうございます。ハート。天気嫌よ。夜ご飯そう自分で作った。でも作ったっていうか、あれをポンポンって乗せてかき混ぜて終わりです。スケイモンさんありがとうございます。あら、こう南こうじゃ、そんな自然体ですかね。自然体分かれへん。すぐ機嫌悪くなる。だってずっと楽しみ、だってさ楽しみにさしてたことがさ、何週間も前から楽しみにしてたことがなくなったら嫌やん。機嫌悪くなる。嫌やん。だってそのためになんかもう月一の楽しみぐらいの、だって毎日バイトやったからさ、楽しみ何にもなかったし、学校も嫌やったしさ、で楽しみあったのにそれ雨のせいでさ行かれへんくなってさ、めっちゃ嫌やった。だってそんな機嫌悪くなる。嫌や。毎日遊び歩く人やったらなんか何もなれへんと思うけど、ゆりなは遊ばへんかったもん。だから遊びたかったんです、その時は。その
時はどうしても遊びたかったんです。だから機嫌が悪くなったんです。何色の傘、傘使ったことないかもしれない。透明傘、小学校の時の黄色の傘しか覚えてない。黄色傘みたいな傘みたいな。自分の傘とか、分かれへん。白、透明、透明、今は透明、透明の傘よ、3本ぐらいある今。雨の中、確かに入れてもらいますね、傘の中に入れてって言って、あの傘刺されへんっていうか、刺したらそうすぐボーンってなるんよ。で、そ前もなって、こないだ直されへんくて、もう嫌やから。で、だってさ、傘差してさ、友達とでさ、あの晴れの時は一緒に横におってさ、こう向き合いながら話せるけどさ、雨降って傘差したらさ、お互いあの一列にならなかんや。だから嫌や、話されへんもん。だから入れてって言う。でなんか重くな、なんかその子がもうなんかちょっと手疲れとったから、じゃあ家なんか持ってあげるなって言って。だけど身長低いから、その子しゃがみながら歩いてて、もういいって言われて持ってくれた。だからゆりなは優しさであの持ってあげたつもりでも、ちょっとその子は逆に足痛かったらしい。ビニール、そう、透明の傘かな。中学校、まずいな、傘使わんかった。自分のオリジナル、オリジナルっていうか自分の前傘みたいな、なかった。雨やったら車みたいな、なかった全然。なんか傘にこだわりはない、透明でいい。あ、でもスタバとかのなんか、まあなんか、分からへん。アイアイ傘いいな。ほんま？いいかな。分かれへん。お嬢様か。お嬢様じゃない。りょうくん、ありがとうございます、ハート。よくそんな感じ。傘嫌いやもん、ゆりな。傘めっちゃ大嫌い。傘裏返ること言わへん。裏返ったっていう。学校着いたら靴下で全部濡れ、ほんまにそれ、もうほんまに嫌やった。あの学校、高校着いたらめっちゃ大雨やって、その時はママとか、まあ、仕事やったから送り迎えできへんくて、あの自転車とか、まあ、自転車行ってみたいな感じやって、めっちゃくちゃ濡れて、もう髪の毛も、もうお風呂上がり並みのびしょびしょやし、前髪どこ行ったっていうレベルの、もう前髪もないし、もう、まあ、メイクもなんかやってたんですけど、もう全部黒みたいな、もうぐしゃぐしゃやし、靴下も濡れるし、スカートも濡れてめちゃくちゃ重いし、ブラウスももうめっちゃびしょびしょで、もう体にもへばりついてんねん、ブラウスが ベタって。でブレザーもめちゃくちゃ重いし、中の教科書も全部濡れるし、めっちゃ嫌やった。ほんでそれからのテストやったから、テスト受けてもブラウスが濡れてるから、テストの紙全部破れるし、めっちゃもう嫌やった。そこでもってなった。反抗期やったかもしれない、その時は。その時は反抗期やったのかもしれない。もう何もかもが嫌やった。もうテスト受けてる自分も嫌やって、もうなんかもう何もかも嫌と思って、もうこんな、なんかこんな、なんかテストも破れてる紙になんで書かなあかんのっていうぐらい、もうめちゃくちゃ嫌やった。今すぐでも帰りたいと思って、もう嫌やった。靴下びしょびしょのまま一日過ごすの最後、ほんまに最悪。もうカバンもびしょびしょで、髪の毛もびしょびしょで、もう嫌やった。冬は学校着いたらストーブなかった、暖房、エアコンみたいな、エアコンやったから
ストーブなぁ、なかったんよ。だってこうやって書くやん、みなみゆりになって、でももうここのこうやってて置いてる時点でここがびしょびしょやから全部もう破れてんねん、もうその時点で。だから今は反抗期、今は反抗期じゃない、分かる、その時反抗期やったんかな、ただ単に多分雨が嫌やったかもしれへん。車はもう車で、なんか朝やから眠くない、とりあえず学校っていうのがもう嫌やった。行ったら楽しいね学校、でも行くまでの用意がめちゃくちゃ面倒くさくて嫌やった。友達とか休んでたらもうめっちゃ行きたくなかった。怒ったら黙るタイプ、常に黙ってるかもしれん、なんか人の前って常に黙る、なんか何喋ればいいか分からへんくなるから、なんか一人になったりの時はペロ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 こうやって喋れるけど、団体ってなったら人の話を聞くって、普通に機嫌悪いから黙るとかじゃなくて、あんま人の前で話されへん、なんか仲いい、めっちゃ仲いい子とかやったら話したりするけど、中学校の子とかでも、こういうなんかもう最近は結構黙ってること多いかもしれない。反抗期の時の自分痛かったなってエピソードある？ないないかな、ないですね反抗期、なかった。多分学校嫌や雨嫌や、そう学校嫌や雨嫌や。オーストラリア、アメリカで住んだら嫌や。りょうくん、ありがとうございます。ハト、自爆系、自爆系って何？モバイルさんにそんなことはないです、そんなんなってたらやばいよ。そう、やばいよ、そんなことはないです。オーストラリア、あ、そうなんや。でもなんかいいな、オーストラリアとかかっこいいなと思う。オーストラリアめっちゃ行きたい、コアラ、コアラみたい。オーストラリアとか、あのアメリカ、でもアメリカちょっと怖い、アメリカ行きたいけどちょっと怖い、海は、アメリカの海は絶対行きたくないかも、怖い、ちょっとサメいそうで怖い。学校帰りカフェ行ったり、やらへんかった、ご飯食べに行ったりしとったけど、学校帰りご飯食べに行ったり遊んだり、カフェみたいなのは行ってない。何してたよ、ご飯、学校終わったら友達の家そのまま行ったりとか、普通に難波とか天王寺とかそこら辺行ったり、ユニバ行ったり、もうそのまま友達ん家に泊まりに行くみたいな感じと。ゲーセン、ゲーセンとか行かへん。ゲーセンは行こうって言われたら行くけど、自らちょっとゲーセン行っていいとかはない。プリクラも自ら撮ろうとは言わへん。ちょっとサメ、海のサメが怖い。海外、韓国しか行ったことない。反抗期一つ持ってもない、反抗期っていう反抗期をしたことないかもしれない。話、あ、でもパパに話しかけられたら嫌やった。一人プリクラ、一人プリクラとか人生で一回も撮ったことない。ないし、なんかプリクラ撮ろうってやったら撮りに行くみたいな、言われんかったら撮らへんって感じです。パパ泣くよ、泣けへんかった。で、りょうくんありがとうございます。あと、そう、怖かった、風邪ひかないでよ。なんかくしゃみで最近、ナイスくしゃみ、お大事に、ありがとうございます。いいな、くしゃみな、くし
クシャンっていうくしゃみじゃないねん。なんで？なんで？なんでやろ。7時10分らへんで七並べするわ。基本的なくしゃみ、基本的なくしゃみ。めっちゃ振り返られる、犬くしゃみしたら。ではまたな、ありがとうございます。今日は寒い寒い、アイドルだから。分からん。温かいものを飲んでね、ありがとうございます。今日はめっちゃ白湯飲みました。冷たい水飲んでな、全部白湯、朝から。ね、花粉症なんですよ。一人ショールーム言わしてる。白湯じゃない、左右左右左右、ずっと白湯って呼んでたかもしれない。左右、あ、でも白湯って言ってもいけるんじゃないの。左右ですか。え、やばやばいやばいやばいやば。え、でもいいの、あ、あの左右って読める。でもあの白湯って書くと思ってた、漢字は。やば、自分でも驚き。なんか堂々と今日はめっちゃ飲んでとか言ってたけど、恥ずかしい恥ずかしい。はあ、左右ね、分かった。左右です。はい、りょうくんありがとうございます。かつさんこんばんは。確かに白湯やろ、白湯やん。もういいやんか、白湯で。もうゆりな、まきまきさん変わってるアバター、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。いいな、また一つ、うん、賢くなった。勉強してるので、ショールームで。腹にいいらしい。そう、らしい。このルームで白湯は白湯と、そうです、白湯と読む、白湯と読みます。このルームでは白湯ね、白湯、白湯、白湯って言ってたんやけど、わかれ。私も白湯って読むと思う。やんな、白湯やん、白湯ですよ。まあ勉強もちゃんとしてるのでいいです。もう左右左間違えちゃう。ゆな左右はわかるで。ゆりな、みんな側やったら反対と思うけど、ゆりな側やったらこっちが左、こっちが右。パイタンって何？新しい法律を作らないと。新しい法律作らなあかんかもしれない。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。どんな法律？俺も白湯使っていこうかな。白湯使っていくん？白湯なんだっていう。ちょっとお願いしてもいいですか？何ですか？パインタンスープ。そんなんあるん？かぼちゃとか入れ、かぼちゃみたいな、かぼちゃ使ってそう。りょうくんありがとうございます、ハート。こんばんは。言葉の意味間違えしたとき、周りがいじられまくったの思い出して恥ずかしい。あ、そう、恥ずかしい。それはめっちゃ恥ずかしい。昔キッズカメラ目線で仕事お願いします。頑張ってください。白湯スーパーバイタース。あ、そうなんや、恥ずかしい。え、ゆりのめっちゃ人生で一番恥ずかしいことはな、めっちゃ今思い出したね。じゃあ昨日ぐらいに夜考えとって、なんか人生で一番なんか恥ずかしい出来事みたいな。でゆりの中では、あのランドセルを忘れたりそのしたことが恥ずかしいなと思ってたけど、よく思ったら、あのなんか、いや持久走めちゃくちゃ得意なんですよ。
50メートル走とか短距離はめっちゃ苦手ないけど、持久走がめちゃくちゃ得意で、でそれでなんか走るやんか、10周走るんよ、3キロか4キロ、男の子と同じなんよな距離が、走る距離が。でそうで、それで一緒に走るのよ男女ともに。でゆりなは、まあ、自分でも言うのもあれやけど早いね、持久走だけは持久走だけはなぜかちょっと速くて、でそれでバーッと走るやん。であと1周やったんよ、あとまだ9周しか走ってなくて、あと1周やったのに自分の中でもう10周と思って、イエーイみたいな、一番みたいな感じのさ、塗りでもはぁ疲れたとか言ってさ、はぁ1位やみたいな感じでさ、堂々とさ、あのみんなの前で座ってさ、で先生にまだ南あと1周残ってんだぞって言われて、でやってもう男の子よりもさめっちゃ全然速くてさ、女の子もまた家の1位やって、で家のいつも速かったから、なんかあ今日はちょっと上行けたなって思ってたぐらいやったら、ちょっと堂々とめっちゃ座ったのにまだ1周残ってたらしくて、めちゃくちゃ恥ずかしかった、堂々としてたのにそんなことになると思わず、また一周走らされるっていう、若いうち恥ずかしい思うためにめっちゃ恥ずかしいこといっぱいある、もう忘れたけど、めっちゃ恥ずかしかった。なんか あとバネっていうあの靴あるじゃないですか、小学校の時にバネっていう靴がめっちゃ流行ってて、でなんか新しい靴買ったねみたいなこと、新しあの走り速い子がだいたいバネっていうシューズを履いとって、男の子も女の子も、でそれ新しいシューズ買ったねってめっちゃ言ってきて、でえすごいみたいな、でも言うのはプーマとか普通の靴やって、でえいいなって思ってて、でバネっていうのなんて、いやほんまにその時小学校小5とか小4とかやったから、ほんまにバネっていうバネ、なんかほんまに走ったらバネすると思って、なんかジャンプちょっとジャンプできるぐらいのバネ力あると思って、そう欲しかった、めっちゃ、でもちゃうかった、そういう意味じゃないみたいならしかったけど、買わんでよかったってこと、買ったかもしれん、忘れたよもう。長期間周りからいじられるやんな、え、ゆう何いじられてたっけ、なんか高校の時はめっちゃいじられてた、でも 何でいじられてんか忘れた、なんかしょうもなかったから、何でいじられたんか忘れました、もうバネ履いたら、え、そうえ、ゆうな小学校の時はあのメガネかけとって、ずっと保育園の時からで、まあ、見た目めっちゃ賢そうって言われとって、でなんかメガネ外したらアホそうみたいなも言われたってな、でもメガネかけてもアホっていう、メガネかけてめっちゃ真面目そうに見えて頭賢そうやのにアホってめっちゃ一番嫌なパターンじゃないですか、でもメガネ外してたんですよ、でもやっぱりメガネかけて頭賢そう風に見えてほしかったから、小6の時に、なんかその時も思春期みたいな感じだったから、メガネかけるのもやっぱり嫌やって、けの見えてもうメガネ常にかけてなくて、でもかけなさいみたいな感じで言われとったけど、やっぱりメガネかけてる自分嫌やみたいな感じだったからメガネかけてなかったんですけど、やっぱりちょっと頭賢く見られたいなっていう時期があったからメガネかけ出しました、小学校の時。またそうメガネかけ出して賢いでしょ私みたいな感じやった。うん、ゆりにゃ可愛いか、みんな話題にしたくなるぜ多分。え、ゆりにゃ全然そんなん言われてなかったで、今はコンタクト、うん、ノーコンタクト、あられちゃんメガネ、そうなんかママに送られ、ママから送られてきて、ちっちゃい頃のあられちゃんみたいな、もうブサイクって、だからなこれもう嫁に送ろうかなって思ったけどやめたちょっと嫌やなって思って、ちょっと恥ずかしかった、嫌や6分や、もうちょっとあと4分後にやります。
今から見せて。いやいや、ここでは見せ送ってもちょっとだけ考えれば送ろうかなって。でもなって、ちょっと考えてもう目で送るわ。じゃ多分ユイネの周り笑顔いっぱいだったはず。でもいじられすぎて泣いたことある。高1の時もういじられすぎて無視しました。もういじられめちゃくちゃなんかいじられて、男の子になんかもうほんまに嫌って。でもムカついてもなんか言われへんかったから、言われへんくて、でなんかでそれでなんかユリナさんって感じ、ユリナってなんかめっちゃなんかいじられてめっちゃ嫌やって、でそれで自分の席戻ってこうやってこうやってって泣きました、高一の時でそれの後になんかみんなユリナが泣くっていうの思ってなかったから、ユリナが泣いてるの多分みんな初めてやって、その時に見たのが。いつもいじってもユリナはなんか常に笑顔みたいな感じだったから、まさかそんなんで泣くと思わへんかって、ね、その男の子たちも女の子で、それで泣いてるところを誰かが発見して、お前泣いてんぞになって、靴箱らへんでごめんなって言われてって言って帰りました。もういじられてる時もめちゃくちゃ無視して、なんか最初はなんかまあなんかしつこい人嫌いなんです。でもしつこくても嫌やと思って自分の席戻って泣いて終わったっていう。そうそう、おもろかった。いいっすねって、いいっすね、かわいい、かわいい、マー君ありがとう。すごい謝れなかったか。うん、謝ってくれたごめんって、いいよって言った。うん、もうユリナ帰るからって言った。もう靴箱で早く家帰りたかったから、ごめんなって言われて、えでもなみたいに言われたけど、もう帰りたかったから、うん、いいよバイバイ帰るからって言って帰った。もう帰りたかったよその時は。はじめまして、カズピーさんはじめましてですか。泣かないイメージあるですよね、周りからイメージを持たれてる周りから見た。でもやめて、どれだけ止まったん、わかれへん。あ、ユリナのカードを持ってる方がある。てか、動いてる、不安定ってこと、ユリナの顔見えてるってこと？止まる。顔見えてます。顔見えてる。よかった。顔見えてないからちょっと変顔とかしながら暗闇の中やのに。何が？喉痛くなってきた。喋りすぎて。やわ、おい怒るぞ、みんな怒ろうよ、プン激おこプンプン丸で怒りましょう。でも今七並べしてるから、次は20分から練習。20見えた見えた、おかえり見えた、うせやん、ほんまに、え嬉しい嬉しい、見えたん、今見えてる、よかった戻った、よかった。次は20分からやります、七並べやった、サインや。じゃ書き換える、これは嫌やな、テロップでもなんとなく面白い、嘘やん、ハヤト君ヤッホーヤッホーヤッホー、次20分からするな。あーもう一応対戦したよ、めっちゃ目痛い、目が痛い、まつげが入ってる、
20分からします。よかった、映って。映らへんかったらもうやばかった。今日こそ当たりたい、ほんまに頑張ろう、みんな頑張ろう、あの当たれる、当たるように頑張ろう。一緒に。寒すぎて物の話したか忘れたよ。寒いしショールーム止まるし暗闇になるし、何の話したか忘れた。20分ちょうどでやるで。安定してきたか、安定してきたかもしれない。しまちゃんありがとうございます。めっちゃ目痛い。でも目薬さできへんねんな、ゆりの目薬で、できへんしさ、どうしたもんやって感じです。寒い。とりあえず20分からするの。対戦したいな、対戦したい。勝つわ、ゆりなが頑張って。待ってな。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ちょっと遅かったかもしれない。折れへん？ゆりなのカード、あ、これゆりなのときめきっておるけど、カードはいない。よしよし、頑張ろう。当たったから気になって来てみました。ありがとうございます。いい、嬉しいです。ラップ置き5分置きでやってるで。5分置きでやってます。何出そう、どうしよう。ボーノさんありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。いっぱい、あ、間違えた、ボーノさんじゃない、ごめん、僕のさんや、ごめんな。僕のさんありがとうございます。もう間違えちゃう。中央マイク、すごい、リンドも先輩と当たってみた、当たったことない。いけいけ、5555出しときます。どうしよう、何出そう。よいしょ、寒い。りょうくんありがとうございます、ハート、ありがとうございます。ちょっと待ってな。9来た、こんばんは、こんばんは、見てくれてありがとうございます。いや、めっちゃ多い。6枚ある、まだ。え、何も出されへん。つつつつ、どうしよう、ピンチまでいっちゃった。ブラックジャックさんありがとうございます、ハートありがとうございます。今日寒い、やんな、寒い、めちゃくちゃ寒い。カーテン、なんか服とかさ干そうと思ったけど寒すぎてさ嫌になった。すごい一瞬で湿ったね。今朝朝夕に当たらんやったんやけど、嫌やったりとか。そう、朝の6時半に起きたんよ。で、あ、でも6時半って予告してないし、7時半って言うのに多分言ったなと思って、で次にあの起きたら次7時やって、あ、まだ寝れるわと思って寝たんですよ。で次起きたらなんと7時50分でした。ごめんなさい、ごめんなさい、7時50分に起きちゃった。
で、あっと思ってごめんなさい。これはちょっとあのその分を今日はちょっともういっぱいショールームでやっていろんな人と当たろうっていう。ごめんな、ほんまにやっちまった、やっちまったよ。もうどうしようってなった。25分にやります。僕のさん、ありがとうございます。そうだから、じゃあ6時半に起きたよ。目覚まし合わすアラームの全然前より。だからうわーと思って、えゆうのめっちゃやる気満々やなと思って、でもまあちょっと寒いし寝ようと思って寝て、で次起きたら7時やって、でまだいけるなと思って、ほんま今からやろうかなと思ったけど、やらへん方がいいんかなって思って、で次起きたら7時50分やってってなって、もうやばかって、もう心の中でごめんなさいごめんなさいって言いました。で起きました。そっからそっから起きたっていう。25分からやりますね。ゆうちゃん探してました、ごめんな。そもそも自分オフタイミング逃しまくってたから許すわ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0。言わんかったら分からんのに正直やな。だって言った方がいいやん、そんな嘘は嫌やから。嘘つかれへんの。あのな、嘘なついてもな、言うの記憶力ないからな、忘れんねん自分が嘘ついたこと。だからな、それやったらな、ほんまのこと言った方がいいやろ。サトルくん、誰も100個ありがとうございます。そうだからもうね、そうやって言ってる。当たらんかった。僕のさん、ありがとうありがとうございます、ありがとうございます。誰にも当たらん、それな、言うのも当たらん。じゃあ次18秒にしよう、30分18秒にしよっか。ほんじゃ当たるかもしれん。みやちゃん正直ほんまにごめんなさい、これは謝りきられへんぐらい悪いことしてしまったかも。ごめんな、ほんまにごめんなさい。めっちゃ目が痛いし寒いしって感じ。なんかこれ、このさやつもさ、音楽聴いてるだけのやつだからさ、大阪だった時はさめっちゃさ YouTube とか見れたけどさ、 Wi-Fi 繋がってないからさ、ここだから何にもできへん。こっちの携帯音楽しか聞かれへん。煽ってるけど全然答えないし、でありがとうございます、ほんまにごめんなさい。そんなゆらちゃん大好き、ありがとうございます、ありがとうございます。次は18秒ね。喋りながら器用だね、自分の番が来るまで喋る。なんか誰が1位とか誰が2位とかあんま見てない。なんか自分が何位になれるかっていう、ちょっとでも成長してるかなっていう。いつもな4位とかな3位とかやからな。ふうくん、ありがとうございます。だるま30分18秒にする。次はふうくん、ありがとうございます。だるま次はどう強く、やっぱり運ですね、運です。これは強くなったのかなってないのかももう分からへん。運だから、運だから
から分からへん。次は30分18秒になります。 OK OK、 はい、18秒でやるな。今日は書類終わったら何でしょう。今日も早く、今日早く寝よう。今日早く寝ますよ。すぐ最近寝たいので、なんかな、眠くなるよな、すぐ最近、すぐ最近、最近眠くなる、めっちゃ頭痛い。眠、なんかね、寝て、なんかいつもね10時間やったから10時間しか寝てなくて、じゃあ10時間しかじゃない、10時間もや、10時間も寝てて、多い時に1日の半分寝とった時もあったから、でもやっぱ規則正しい生活にやらんなと思って、最近は7時間ぐらいしか寝てないんですよ。でもいきなりの11時間寝とった生活から7時間の生活がきつい、眠たい、めちゃくちゃ、ほんで頭痛くなる。それが今は6日目5日目ぐらいでめちゃくちゃ眠たいっていう。そう、でもな、早起きした方がいいやん。今日いいのお昼寝したっけ、お昼寝じゃないや、寝たっけ、ちょっとでも撮って寝てないや。30分18秒にやります。頭痛いならちゃんと寝ないよ、ちゃんと寝ます。今日早く寝よ、11時、いや10時に寝たい10時には寝たい。やります。18、19、20、15、16、17、18、いけた。ユリナのときめきがあります。お、ユリナのカードもあります。どうですか、当たった方いますか。24時間以上寝たら恐怖、確かに。ユリナは13時間寝たことある、最高13時間13時間寝たかな。なんで9、え、待って忘れた。1、2、3、4、5、え、待って、引き算、11、11、12、13、深夜の1時に寝て、お昼の2時ぐらいに、2時半とかそれぐらいに起きた。あの、じゃあ今広島でとかじゃなくて、大阪でおるときにあのディズニー行って友達と、でそれでなんか疲れすぎて、そうっていう、ね、飛行機で帰ってきて、でそっから家帰ってきて、ほんでお風呂入って家族に自慢するんですよ。ディズニーでこういうのあってみたいな、なんか乗り物を自慢するというよりかはお土産を自慢するっていう、メイタっていうのがあって自慢して、でお風呂入って13時間も寝られ、え、ちゃうねん、なんか東京に行ったよ、東京に。なんか1日目はそういう、何やったかなんか行って、でその次の日にディズニーシーを行ったね。でもその友達もディズニー全然興味なくて、ゆりのもあんま分からへんから、全然初めてやって、もう分からへんすぎて最終フードコートで寝て、でよし帰ろっかって。でも東京の飛行機じゃないや、新幹線じゃないや、電車が全然分からへんくて、でも急いで帰ってみたいな、で飛行機着いてですから家帰ってみたいなってなって、家族と話してこういうことあってみたいなことを言ったら、気づいたらもう時間も経ってて、お風呂入って、でいろいろ片付けて
寝たらもう夜のめっちゃ1時半とかやって、でもう疲れが2日間とか溜まってたから、そうめっちゃ寝た、爆睡した。テロップほんまや、消そう。そう、そんな感じ。さっきやってました対戦、 ありがとうございます。いいの買った、買った。次35本からやります。ゆりなのうちわ買った、ありがとうございます。あ、うちわ今なんかハートの、ハート形のうちわ売ってるんやんな。ダメだった、ダメやった。次は35分の18秒からやりますね。あった18秒、うん、35分の18秒からやる。あと1分、あと1分ぐらい。寒い、ほんまに寒い。暖房つけてるのに寒い。タヌキ好き、タヌキ分からへん。でもいや、タヌキ顔ってめっちゃ言われるから、タヌキ好きって聞いてきたやろ、絶対そうやろ。え、分からへん、タヌキ好き分からへん。でもちっちゃいタヌキ可愛い。タヌキな、見たことあるね、ちっちゃい子供のタヌキ。そう、車乗ってる時めっちゃ可愛かった、可愛いと思って。サーヤの一応リモートファミリー、けどありがとうございます。りょうくんありがとうございます、ハート。待ってな、はい、あと18秒後。やっぱ言われる、え、めっちゃ言われる。たぬき顔ってめっちゃ、イケアにも言われるもん、弥生とかにも言われる、めっちゃ言われる。とりあえずいろんな人に。15、16、17、18、はい。あ、ユリナのカード持ってる方がいます。あ、おやじさんありがとうございます、ハート。そう言われるかな。え、ほんまに今まであのアイドルになる前言われたことなかったから、ユリナが何系の顔みたいな。だからたぬき顔って言われた瞬間、悪口やると思った。絶対悪口言ってるなってって思った。でも今何にも思わんけど、言われて、どう言われて、言われたの。サドルくんありがとうございます。だるまありがとうございます。そんなことないよ、そんなことない。お腹すいた。おめえ言葉だよ多分。笑ってるやんか、笑ってるやんないかい、笑ってるやん。今日可愛いね、ありがとうございます。アルさん何だそう。サトル君いっぱいありがとうございます。だるま、そうなんかね、あ、ユリナやった、あ、ユリナじゃなかった、言われたんですよ、そういう。イケアと前コラボした時にめっちゃイケアに言われた。めっちゃ言われる、分かったレベルにめっちゃ言われる。そう、でもタヌキって言われたらタヌキに見えてきたかもしれない、自分が。ご飯食べて、 YouTube 見て、ちょっとゲームして、メール送って、ショールームして、虫並びして、メール送って、お風呂入って、寝て、繰り返しです。無料配信な、 TVer で見てる。ゆりなはなんて書いてるん。浦安鉄筋家族、何それ。浦や鉄筋家族、あってんちゃん。 TVer とかフジテレビ見たりしてる。漫画、いや漫画読んだことないからさ分かれへん。どうやって、何漫画アプリで読めるの、それはアプリで読めるの。浦安鉄筋家族、そんな
名前あるんや。な漫画がさ全然読み方が分からん。どうやって読むか分からん。少女漫画とか読んだことないの。いいなって思う。少女漫画小学校とかやっぱ読むやん。小学校中学校今から少女漫画読みたいとか思うけど、もし戻るなら少女漫画とか読んでみたかったなって思う。女の子っぽいことしたかったなって思う。少年漫画も読んだことない。全然読んだことないです。少女漫画か。あと少年漫画買ったら逆にびっくりするような、えってなる。友達とか貸してろかって言われたけど断ってました。いいって言って貸してもらえよって感じだけど、いいって言ってた。なんか分からん。難しいの。いや鬼滅も見てって言われて2話とか3話とかで終わった。何分からんかった。ちょっとそう、でもなちょっと面白いと思ったけど、なんか寝ちゃった普通に。眠すぎて。だからもう何にもやっぱりドラマの方がいいね。ゆりなにはそんな感じですありがとうございます笑けるなんか笑ける。無理死ぬ。笑ってまうんやけどどうしたらいい。この空気髪の毛も落ちるし何もかも嫌呼ばれへん気が上がってるって可愛い子かいで。ああ確かに確かに。りょうくんありがとうございます。あとなんかそうあれやん、今はこんな時期やから外も出られへんしさ、かといって大阪も帰られへんしさ、何してるんやってめっちゃ思う。自分何してんやろって思う。ここ来て何しに来たよって分かれへんくなる。ずっとさ家でおらなあかんからさ、かといってさ今はさ何あれご飯とかさ白ご飯とか食べてないし、少なめにしてるからさ、そういうおうちカフェっていう流行りのこともさできへんしさ、何にもすることないし、何にもなんかやることがなさすぎて頭おかしくなってくる。なんか嫌になってくる。今をまだ太らない。太るよ。でも今は減量してる。時間だからね、まあ外出ないのもいいんですけど、まあもともと外出たくない人間やから、かといってなんかなーってなってしまう。仕方ないけど仕方ないけど、そうそんな感じ。りょうくんありがとうございます。ともゆきさんこんばんは、てくれてありがとうございます。 STU48 日記研究生の宇奈美里奈です。そんな感じ。
ご飯食べてきた。いいな。いいのもさ、友達からさ焼肉の写真送られてきててさ、いいなと思って焼肉食べたい。いきなりステーキのさお肉が一番好きかもしれん。そういうご飯なしでステーキだけやったら、いきなりステーキもめっちゃ行ってたけど、もう今行ってない。いきなりステーキはここ来て初めて食べた。広島来て初めて食べた。大阪でおった時一回も食べたことなかった。いや見て頑張れ、頑張るんゆりにゃ、見て頑張るんよ、頑張るんよゆりな、見て頑張るってこと。ありがとうございます。としやさん、ただいま、お帰りなさい。いきなり、いきなり、うん、めっちゃ美味しい。いきなりステーキ、いきなりステーキほんまに美味しい。でもなんかあのあれが分かれへん、なんかお肉の種類が分かれへんから、とりあえずなんかそう、いいもの、いいものっていうか、いいものやったら美味しいのかなと思ってそれを頼んだりとか、店員さんに教えてもらう、どれが人気ですかって言って、でこれって言われたら、じゃあこれでって言ってやる。やっと夜ご飯が完成しました。何作ったんですか今は。家で、家でもな、家で自炊してるんよ。この機会で自炊頑張ろうと思って、そう、私もね、ゆりのもめっちゃ聞く。あの一回これある、あの横の下のやつ、横の下のやつ何ですかって言って、横の人と同じものでっていう感じ。こんばんは、こんばんは。なん自炊って言ってもな、今はな、前はちょっと前やってたけど、今はもっと減量やってるからあんまりやることもない。そう、豆腐ハンバーグ作りたいね、めっちゃくちゃ。ちょっと作ろうかなと思って、いいなと思って。豆腐ハンバーグなんか YouTube とか見たから作れると思って、今日焼きそばめっちゃいいやん。焼きそばも食べたい。ペヤング、なんか激辛焼きそば食べてみたい。嫌やけどちょっと食べてみたい。どんな、ほんまにどんな味なんかが知りたいから、ちょっと食べたいなって思います。お料理配信、お料理配信前みたいな、もう前もちょっとみんないけるって感じだったから、そんなになっちゃう。またまぜて焼くだけやから簡単よ。ちょっと後で YouTube で見よう、どんなんか。ペヤング、そんなに辛い。でもキムチ食べれる、ゆりな、キムチ食べれるようになった。ペヤングでそんなにやばいんや。やばいな。食べたいけど、買う勇気まではいかへん。食べたいなってだけで食べようってなれ。なんかイケアに前コラボでチーズタカルビとなんかペヤングの激辛やろうみたいな言われて、断りましたけど、なんかのチーズタカルビもしてペヤングも食べたら絶対言われんでな、なんかって言われてなって、じゃあやめとこうって、我慢しようって言ってやっと我慢した。そうだから食べなかった。めっちゃ外やばい、洗濯がブーって言ってる。やばいよ、早く取り、なんとか、あ、チーズタカルビ言われへんねん。チーズタカルビ、何、どういうん、チーズタカルビって言ってるゆりな。違うんやろ、いいな、知らんかった。コラボの時にイケアに違うよって言われたけど、知らんもん。なんて言うの、チーズタカルビ、
って分からん。チーズとカルビってずっと言ってたから自分が間違ってること分からへんかった。チーズダッカルビ、チーズダッカルビ、チーズダッ、チーズダッ、チー、いやなんて言ったっけ、チーズダッカル、チーズダッカルビ、チーズダッカルビ、分からん、なんて自分が言ってるか分からへんわ。まあそういうの適当でいいのだから、まあまあまあ伝われば OK。 単語は全部あの一文字一文字は合ってるからいいの。もうえ今の合ってるって言っても分からへん、自分何もながら何言ったか忘れたから分かれへん、分かりません。適当でいいけど面白い、嫌や嫌や、恥ずかしい。ニュアンスでちょっと伝わればセーフよ、セーフなんです。ちょっとゆりの8時なん8時などうしよう、1、2、3、8時、どうしよう、8時、悩む、8時半、8時40分からあの七並びする、5分おきで、0秒な0秒18秒じゃない0秒で0秒で5分おきでやるわ。はい、なので、40分、8時40分からやります。その七並びを5分おきでやりますね。でもしかしたら9時もやるかもしれない、知らへんけど、それはまたメールでお伝えします。今からやるって伝えるな。ではもう1時間半、何時間やったっけ、1時間半、1時間半、9時半からやって1時間半過ぎ、18秒じゃなくて、0、ペヤングの結果、食べたい。ランキングを見ます。13位なおさん、ありがとうございます。12位エイコンさん、ありがとうございます。11位エチルさん、ありがとうございます。10位あやかんちゃん、ありがとうございます。9位しまちゃん、ありがとうございます。8位マリクさん、ありがとうございます。7位 MJ さん、ありがとうございます。6位ブラックジャックさん、ありがとうございます。5位サドルくん、ありがとうございます。4位まこちゃん、ありがとうございます。3位てつみやさん、ありがとうございます。2位ふるさとのゆさん、ありがとうございます。1位ハートびっくりマークさん、ありがとうございます。では終わりたいと思います。あ、ショールームのフォローもよろしくお願いします。ハートをピンクにするだけなので、ハートをピンクにするだけなので、よければお願いします。では終わります。元気出してください。いつもこんな感じです、ゆりな。いつもこんな感じですよ、ゆりな。40分からやるな。ではおやすみなさい。あばよあばよまた明日で、明日とメール送るので、ではおやすみなさい。バイバイ。見てくれてありがとうございました。9098人の皆さん、ありがとうございます。では後ほど会いましょう。はい、会いましょう。はい、終わります。バイバイ。